さあ皆さん改めましてこんばんは。ありがとうございます。今回もお越しいただきました。ちょっといろいろですね、皆さんには、ご迷惑をおかけしましたけれども、今日生配信やっております。さあ今シーズンも福島ユナイテッド FC は福島市にありますケーブルテレビ NCV とタッグを組んでユナテレお送りしているわけなんですが、今日も福島センターから生配信お送りしていきます。で今回来ていただいたのはなんとイスマイラ選手、カカ選手と川中健太選手です。よろしくお願いします。で今日からですね、生配信ご覧いただいている方、ここにいらっしゃる方はいつもと変わらないと思うんですけども、今日からちょっと画質が良くなりまして、ハイビジョンでの生配信、10分前までやれるかどうかちょっとわからなかったっていう、そういったこともありますけれども、今日から、見やすくなっておりますので、ぜひ、ユナテレの生配信お楽しみいただければと思います。はい、今日からです。はい、さあそして、今日もですね、2人、カカ選手とそして健太選手に質問ある方はですね、ハッシュタグユナテレでツイッターでつぶやいていただきますと、はい、質問なんとかしていこうと思います。ということで今日は、通訳兼そして、カカの友達兼福島ユナイテッド FC の選手兼ということで、いろいろ大変なんですけれども、川中健太スペシャルということでお送りしていきたいと思います。よろしくお願いします。通訳無理ですけどね。カカって呼んでいいんだね。カカの Which is you like? カカ is my when we call you、You can call me the one that is easy for you to call. カカ is easy. Okay, I prefer that. Okay. カカって呼びましょう。カカの方がいいですね。さあそれでは、プロフィールを見ていきたいと思います。まずは健太のプロフィールなんですけど、さっき知りました。なんと21歳です。まだ21歳なんです。出身は大阪。大阪です。大阪のどこですか？大阪の八尾っていう、八尾市っていう。ああ、八尾市ね。まだ行ったことないんだわ。知ってます？知ってる。あ、マジですか。うん、八尾出身の人。あ、八尾中出てるの、まさに。そうです、八尾中です。で、そこからセレッソにいろいろ行ったんだね。はい。で初芝橋本高校、これ強豪高校だよね。そうです、一応和歌山では。でここに行ってから、あ、それで直接本田圭佑さんが携わるオーストリアのホルンに。はい。じゃあプロ生活っていうのはホルンから始まってるんだよ。そうです。いきなり海外。そうです。これはスカウトが来てたの？じゃあ、いや、自分からそういうトライアウトっていうなんかテストみたいなのがあったんで、行ってそこで合格もらってっていう感じです。じゃあ高校時代別の J リーグチームっていうのはなかったんだ、選択肢として。はい。でホルンに行きたいなみたいな感じだったの？そうですね。あ、海外に。はい。で言葉は？言葉はドイツ語なんですけど、全く喋れなかったんで勉強しました。で、結局何年いたんだっけ、ホルンには？3年です。3年いました。3年いて、で今ではじゃあそのドイツ語とか英語とか喋れないっす。生活している上ではだからもう単語をこう駆使してやってたみたいな。あ、でもだから全然文法とか無理っす。コンビニとか行ったら買い物はできたんでしょ？行けます。もうこれこれみたいな感じです。あ、なるほどね。あと自分で持ってきゃいいし。あ、そうです。ね、でしたね。あ、でそこから福島と。はい。これまあホルンが契約満了になって。そうです。じゃあ日本に帰ってまだまだサッカー続けたいと。はい。でなんで福島だったの？は、その紹介というか、福島ユナイテッドの練習参加を、こう代理人の方が紹介してくれて、そこからですね。どうすか福島は？ちょっと楽しいです。もう来て7ヶ月ぐらい。そうですね、ちょっと半年過ぎたぐらいで。はい。なんか困ってることとかありませんか？困ってること、暑さぐらいですね。いやいやいや、大阪だろ。大阪めっちゃ暑いじゃん。大阪、福島より暑いわ。でも最近多分大阪より暑いです。ちょっとね、この湿気がね、はい、湿気がありますからね。そうですか、福島じゃあ楽しんでくれてる？はい。確かにね、カカと一緒にサファリパーク行くぐらいですからね。後でその話はしていきたいと思います。そしてカカ、your turn。 はい、OK。So you from Nigeria? Yeah, I'm from Nigeria. So how old are you? I'm 21 years old. You just turned 21 years old. Yes. 3日前に誕生日です。おめでとうございます。実
you have some the birthday party with some teammate or with only Kenta or something? No, you know, when we want to train, so the coach announced to the players, so they wish me happy birthday. Ah, みんなで歌ったの？そうですね。水、水をかけて。水、まあ、かけました。The day of the match, so that's when I turned 21. そっか、え？沼津の時？そうです、試合の時ちょうど。試合の時誕生日で。Ah, you didn't go. そうか。おめでとうございます。お願いします。Something you changed, 21 or 20, that your mind is changed? No, my mind is not changed. Not changed? Yeah. Just only no one elder, what, 21? I can't understand. I mean, you know, in here, yeah. 20 歳って大人になりますよね。20 years old, we turn 20 years old, we can drink.Alcohol, okay. Smoke, okay. You know, like some call 大人 I understand. But you know, I don't smoke, I don't drink. 知ってる。So you don't change yet. No, I don't change, and I will never change. もうね、カカはあの話すと本当に、俺は真面目さを感じるんだけど、ケンタからはどんな人間なの？いや、めっちゃ真面目ですね。ね、笑ったりすんの？します、全然します。サファリパークの時やばかった。サファリパークやばかった。で、まあその話はまた後ほど話すとしてですよ。で、カカの、21歳です。Tell me your family. You have... How many family you have? Oh, you know, my family is much. Much? I heard African has a huge family. Yeah.So we are like seven. Seven? Yeah. Just only seven? Yeah. But now we are five remaining. Five? Remaining. Remain? Yeah, we remain five. Out of seven, two is lost, so five remain. じゃあ何？十二人いるってこと？そうです。めっちゃ多いですね。Your parents? Yeah. Dad, mom, all is seven.Seven? Yeah, so children, five. Children, five. Oh, I don't understand. So you get five mom or seven mom? No, one mom. You just one just dad. One dad. Well, you, okay. Yeah. Hi, お父さん、お母さん。So, Hi, お父さん、お母さん。So children, five. Five. Yeah. So you're elder? No, last. Yeah? Yeah, last. How old is? Elder, like 42. 42? Yes. Same as me. 42. 42 brother, sister? Yeah, I have sisters, brothers. Sister? Yeah, two sisters. Two sisters? Yeah, so three. Yeah, three. Why did you come to Japan that you decide? You know, it's football. Football? Yeah, football take me to Japan. But I thought you had so many choice, but we all are. Yeah, America, so many. Yeah, Asia, so many choice. China, but Korea. Yeah. Singapore. Thailand. Why Japan? Because I feel like, and out of the country, I think Japan is the best for me to play. So you chose Japan. Yeah. 嬉しいですね。Oh, so you spend like a half years? Yeah, just half years. Yeah. How's it going? Everything good? Yeah, good. Yeah? Yeah, good. Serious? Yeah. Food? Yeah. Food good? Good, yeah. Tea? Yeah, good. Good? Yes. Takehana? What? Takehana General Manager? Yeah, good. Good? All the staff are kind. Yeah? Yeah. Kenta? Best friend. とかベストフレンド、これはね、これ嬉しいですね。これなんで仲良くなったの？なんで？初めて来た時から、もう喋ってなんか僕から喋りに行って、そこからなんか仲良くなりました。そしてサファリーパークに行くわけなんですけど、サファリーパークがですね、これがもうカカオはとっても楽しかった。How was Safari Park?
It was fun. Fun? Yeah, I enjoyed the day. What was the best? Lion. Lion? Yeah. You are lion? 待ち受けしてますからね、ライオン。That's my favorite animal. Yeah. So I play with lion. So still with lion. Is there a lion in your country? Yeah, no lion, but no? If you go to somewhere like a park, there's a lion. Yeah, but in Nigeria, totally no lion. No lion. No lion. Good. What about elephant? Elephant, no. No. Yeah. Horse. Horse, yeah. いないんだな、Nigeria。Nigeria lion。僕はめっちゃおる思って、Nigeria。そういう動物とか身近に、だからあんま興奮しないから思ってたんですよ。でもめっちゃ興奮してたから。いないみたいでね。やっぱり日本と変わらないよね。So you from Ilorin? Ilorin。Yeah, Ilorin. It's a city of name. Yeah, city. Ilorin っていう。It's the biggest city? No, not the biggest. The small? Not the smallest. They're It's just maybe maybe the fifth biggest. The fifth. It's not a capital? It's not a capital. 首都じゃないんです、Ilorin って。で、how long does it take Ilorin to Fukushima?By plane and Shinkansen, by car. Plane, 22 hours. 22 hours? Yeah. Only? Yeah. 22 hours de plane, Shinkansen. Plane? Airplane. Yeah, airplane. 22 hours. 22 hours? Australia はどれぐらいだったの？17とか8です。あ、じゃあんま変わんないんだね。そうですね。へえ、そうなんだ。そしてカカはですね、食べられないものもあるんですよ。Kaka, right. You cannot eat something. Yeah. Cannot. It's not cannot. You don't eat. Yeah, I don't eat. Pork tabulnai. Buta tabulnai. And? Just only pork. Pork? Yeah. So that's why I don't eat. So you never eat hot dog? Hot dog? Hot dog. I eat it in my formatting. Hot dog, yeah, I eat. Chicken hot dog?Yep. 豚がね、美味しいんだけどね、宗教上のね、ので。でも、なんかね、とにかく食べられるものは、本当に感謝してっていうのはね、カカオいつも言ってまして、これはあんまり日本人にはないよね。ケンタには言わねえか、そういうこと。特に。サファリーパーク、なんでサファリーパークになったんですか、ちょっと教えてください。なんで？うん。Why do you guys go to Safari Park?You know, time of we have a off of day. 休みの日がありまして。So I talked to him. So where can we go today? So he asked me where I want to go. So I tell maybe we can go to the zoo. So that's how we go to Safari Park. Zoo? Yeah. Yeah, why not? ライオンで一番こう興奮したのはね、カカなんですけどね。カカ、do you have a girlfriend?No, I don't have. No? Serious? Yeah, I'm serious. Yeah? Promise? Yeah, I don't have. You don't have to promise. 彼女がいないっていうことで、ちょっとね、それ寂しい。But you have friends? No, I have just my soccer friend. Nigerian? Yeah, I have Nigerian friend. One Nigerian friend? No, not Nigeria. Ghana. Uganda. Ah, Uganda?Yes. ウガンダの出身の人が福島だったみたいでバーベキューしたんでしょ。そうですね、3人でエディと僕とかとエディでバーベキューしました。エディがそのウガンダ出身の。そうです。ナイジェリアだと思ってたでしょ、ずっと。ガーナ思ってました、今まで言いました、ウガンダって。ウガンダですか。ウガンダの、何さん。エディさんとカカとケンタでバーベキュー。どこでバーベキューしたんですか。エディの家で。あ、エディの家は庭がそのそうです、庭もあってめっちゃいいんですよね。へー、アフリカスタイルで。なんかちょっと違うの、日本のバーベキューとは。あ、全然違います。もうなんかもう炭バン入れて、火バンつけて、もうパンなって、でもう肉も野菜とか切らないですね。もうバンに入れて、もう網は敷くんでしょ、一応網、まあ、一応敷きますけど、もうほぼ引いてないみたいな感じ。もうそのもうファイヤーもう炎とかやばい。
もうその中にどん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 こう突っ込んでくるの、はい、そうです。そういう味はどうなの？味はうまいです。味はうまいです。 It tastes nice. Yeah, yeah, very nice. Yeah. で、OK なの？そのウガンダとこのコミュニケーションは。は、そうですね。なんとか。よかったな、よかった。その友達が、やっぱさ、海外にいて友達いないってのは寂しいよね。そうですね。いた？いました。ちゃんといた？いました。その、ホルンには何人いたの、チームに、日本人。日本人ですか、うん、日本人は行った時、最初行った時は5人か6人いました。結構じゃいたんだね。はい、そうです。で、3年目、最後の方は？は、僕ともう一人だけでしたね、日本人。そうなんだ、はい、じゃあ他は何人なの？オーストリア人。そう、ほとんどがオーストリア人で、でもいろんな国いました、やっぱり。へえ。アフリカもあったし。別に外国籍枠ないの？オーストリアなくて、それが。あ、誰でももう OK みたいな、はい、それいいね。そういうのいいよね、別にね、はい、ビザとかもちょっと大丈夫だって。では、なんかちょっといろいろ質問も来てるみたいなんで、いつもね、落としちゃうんですよ、僕が、この質問をね。だから、やめなさいって言うの、その靴下履かないとかね。カカの変わっている面白い一面があれば教えてくださいって来てますよ。僕がですか、答えるとカカの変わってる一面、うん、でも今とはやっぱもっと喋るし、もっと笑うし、はしゃぎますね、うん、バーベキューとかももっとはしゃいでたし、多分ちょっとシャイって言ってたんで。シャイリトル。で、テレビに What's your character?性格をね。My character? Yeah. What do you think about yourself? You know, my character is for the first place when I get to somewhere. So I shy a little bit. ああ、最初はね。最初はやっぱりこう緊張すると。Little bit. Yeah, little. But then, so you talk a lot. So you're gonna open your mind? Yeah, you know, when we...talk together, mix together, so I open my mind. やっぱちょっと話していくと、日本人みたいな感じだね。なんかちょっとシャイだね。そうですね、はい、最初はちょっとシャイだもんね。あ、大阪な感じしないじゃん、ケンタってあんまり、うん、もっと僕の知ってるこう、河内弁な人たちはグイグイ来るからさちょっとね、そういうところでも合ってんのかもしれないな。そして、川中選手にも質問です。ホルン時代、生活は大変でしたか？また日本人選手との交流はありましたか？生活は正直全然大変じゃなかったですね。こう周りの、まあ、日本人の人もおったので、こう協力 してもらったり、こう見て学んだっていうのはあったんで、全然大変じゃなかったです。そういう生活のケアしてくれる人たちもいたの？いや、いなかったですよ。その僕が見てこうどうやって、まあ、一人暮らし、もう一人でやるの初めてやったんで、こう見て学んだって感じです。米の炊き方とか分かってた？向こう行って初めてやりました。あれ、洗わなきゃいけないんですよ。洗ってなかったです、僕いや、僕もね、いまだにやっぱ迷うのよ。あれ、昔は多分その精米がそんなにね、技術が高くなかったから、本当それこそ真っ白な感じになったけど、一回目。今そうでもないじゃない。食べれんじゃないかなと思うんだけど、味どうなの？変わんないですあ、じゃあ未だに洗ってない？そうですね、でも今は自炊してないんで。あ、そっか、はい、晩ご飯どうしてんの？は、外にかか、まあ、まあそうです、たまに行きますね。へー。 You cook by yourself? Yes. Yeah? Yes. So do you eat rice? Yes. Japanese rice? Yes, I eat. 日本の米を How do you cook?You know, I cook, you know, I cook normal, you know, like... Your normal is not my normal. Yeah, yeah, yeah. Okay, for the first place, I boiled the rice. So after boiling, finish cooking, so tomato sauce, chicken, sometimes beef. So I mix it with little spices. So I cook by myself and I eat.お米を、まあ、茹でて、多分僕らの茹でる感じとはちょっと違うんですよね。
そこにこうトマト入れて、チキン入れて、スパイス入れて、なんか美味しそうですね、これ。Sounds tasty. Next time, please cook us. Okay, okay, okay. Cook it for us. Yeah, if you want. Yeah. I'm a good chef. So yeah, if you want. ちょっとね、あの、カカのちょっと料理をね、食べてみたいですよね。But I think that your country's rice and the Japanese rice is different. Yeah, it's different. Is it okay? Yeah, Japanese rice it's okay. Yeah? It's okay more than Nigerian rice. You know, in Nigeria we don't have rice. You don't have? We don't grow rice. We import from Thailand. Ah, なるほど。Nigeria じゃ米がこう育たないと。だから輸入してるだってナイジェリアは。あ、そういうことか。You have Japanese rice? Yeah. Yeah? Yes. What about peach? Do you eat Christmas peach? I eat it once. Just one? Yeah. Why not? Because, you know, when I get to supermarkets, I always eat apple or banana. So banana is my favorite fruit. So I love eating banana.もういつもバナナばっかり食ってんの。そうです、そうです。バナナとかアップル、あのリンゴから好きで。Did you work at the, you know that, like, Higuchi? Yeah, yeah, you know, so, yeah, so yeah, many, yeah. So we pluck the peach together. So after then, so we eat. So that's my first time of eating it. Peach? Yes. Yeah.初めてももうあの作業して一つ食べて、あれケンタは作業してる？しました。何の作業したの？前もも行きました、食べました。どう？いや、めっちゃうまかったです。ちょっと今まで食べてた桃とこう感じが変わりましたか？そうですね、やっぱ自分で育てた分があって。そうだよね。そうだよね、それがあるよね、選手はね。確かにね。あ、カカに、質問があります。What do you like for the present from supporter to Kaka? Does supporter want to present something? So yeah. What do you want? In Nigeria, we call it poundo yam. Poundo yam? Yeah. What is it? And poundo yam? It's hula hula. Hula hula? Yeah. Is that food? Yeah, it's a food. Hula hula? African food. So it's...like a, you know yam? Yam, yes. Yeah. Imo. So they make it like flour yam. So when you boil the water, after boiling the water, so you put it, you stir it together. ほらほらっていうのが。Very nice. ちょっとね、芋のアフリカの食事があるんですね、皆さん。あのアフリカの食事をもプレゼントの時は。これは嬉しいと。初めてだな。そうなんだ。あのケンタはちなみに何かこうプレゼントされると嬉しいっていうのは。なんかあります？プレゼントされて、あ、嬉しかったなっていう、福島に来て。あ、でもそういうサポーターさんいないかまだ。でも練習後とかにオレンジジュースとかくれるんで嬉しいです。ちょっと違いますか？ホルンのそのサポーターの方とこう日本の。そうですね、向こうの方がもっとグイグイ行きます。あ、そう、どういうふうに？やっぱりなんか練習場とか中まで入ってきたりしてやつもいますし、なんかそうですね、でもなんかめっちゃ身近って感じですね、向こう。そっちはみんないい人だ。はい、いい人です。 あ、こんな質問来ますよ。クエスチョン4、カカ、Did you have a hard time during Ramadan? Come again? Ramadan. So you cannot eat food? Yeah. At the daytime? No, you cannot eat anything daytime. So water when the... あの、ラマダンの宗教的にラマダンの時期は大変苦労したかっていう質問がいただきまして、多分、When's the Ramadan? Next year. Next year? Yeah.This year, you don't... This year, it's passed. Like,
I think 2 months back. 2 months back? Yeah. What was that? I think... You don't drink? I don't drink water, I don't eat, so I need to train. Because football is my profession. So Ramadan does not disturb football, and football does not disturb Ramadan. You stop football? No. Football does not disturb Ramadan, and Ramadan does not disturb football. So when I'm in the Ramadan, I play football. これはね、やっぱこのカカとかのね、感覚だよね。ラマダンがサッカーを止めることがないんです。で、サッカーもラマダンを止めることがない。だから彼にとったらそのラマダン苦労とかそういうことじゃないっていう、なんかこう僕はね、そういう経験がないから、なんかこういうセリフってなかなか言えませんね。どうしましたケンタさん。大丈夫ですか。大丈夫です。ね、大丈夫です。水飲んでるでしょ、その隣で。ラマダンの時に。ガブガブ。ダメよ。At the Ramadan, you cannot drink water. Yeah. But Kenta. Yeah, Kenta. Drink water. Yeah, drink water. Eat. Eat. Yeah. Kenta. Kenta. Ramadan 中に俺ご飯誘おうとして、それはやばいなと思って、やめました。もうね、やめてください、もう本当に。Question for Kaka. Is it hot, Fukushima? Summertime. Not hot. No. そんなに暑くないの。Because it's normal for me. 当たり前のことだ。この暑さは。You sweat? What about humidity? Yeah, I sweat. Yeah. Your country have so many humidity? I can't understand. Not so much. Like you just sitting. The too hot and air has a water. なんていうんだ。この湿気がね。We call. Forget about it. Okay. We have only 30 minutes. Okay. Okay. Next time maybe. Okay. Next time maybe. 川中選手にも質問来てます。お母さんの料理は美味しいですか。好きな料理はありますか。急にこうマザコンとか話してましたけど。そういえばケンタは何人兄弟なんですか。家族。兄弟3人です。兄弟3人。はい。どんなこう兄弟構成なんですか。妹と、お姉ちゃんですね。あ、3人しかも年子です。3個分。大変。21、20、22。応援に来てくれたりとかするの。ああ、そして両親は何回か福島に来てくれました。大阪じゃあガンバまだだっけあれは。ガンバまだですね。じゃあその時はじゃあ近いから。そうですね。多分来てくれるかもしれないです。どうですか、ちょっと手料理とか。手料理。うん、お母さんの料理好きなんです。ですね、唐揚げ以外でお願いします。唐揚げ以外。大体唐揚げなの。みんな聞くと。唐揚げ以外。じゃあハンバーグで。ハンバーグ。あれ、でも美味しいよね。あ、こんな質問来てますよ。Question for Kaka. Do you speak Japanese? 日本語何か話しますか。Short. Yeah, of course. Short. Short. Speak Japanese, please. おはようございます。おはようございます。Okay. 私の名前はイスマイラです。あ、そう、すごい。すごい。あとは。お前か。お前かい。お前かい、それ、お前かい。お前かい。あ、お前かいね。なるほどね。いや、たくさん質問いただいてますが、じゃあ、ちょっとここでですね、またじゃあ、これだけは聞いておきますか。唯一の同い年でチーム1のおバカさんの愛するケンティ、いつ97年会しましょうか。順位ですね。いやまず順位って一回もご飯行ったことなくて。同い年なんだよね。唯一の東順位。順位と同い年でだから21で97年生まれなんですよ皆さん。あ、でもよかったよかった。もっと小さい年下の来てくれてたからいなかったらもうみんな全員ね97年のしっかりとした思い出があるからね我々はね97年の時の。そうなんですよ、やってください97年間、はい、あれカカも
You born 1997? 96? 6? 8? 98? Yeah. そう、1個下なんです。先輩なんじゃないですか、日本で言ったら。98ね。そして、クエスチョン for Kaka from Junior. So, you ever ate the best イカニンジン? Do you know イカニンジン?日本で一番美味しいイカ人参食べましたかというそんな質問が来てるんですが、ユドのイカ人参。I don't know. イカ人参知ってる？いや知らないでしょその雰囲気は。あれイカ人参かな思って。イカとキャロット。キャロット？うん。Yeah, I eat. You love carrot? Yeah, I like carrot. And イカなんて言いましたっけ？人参。ね。イカはね、こういう時どう忘れてるんだよな、イカ。あ、squid. The carrot with squid is a Japanese 福島 's traditional food. Just only put the carrot, cut the carrot, the squid, cut the squid. You know, apart from pork, I eat any other thing. Apart from pork. Part of no, it's not pork.Yeah, I know. I said apart from pork, so I eat any other thing. Yeah. そんな難しいんだね。まあ我々キョトンとしてますけど、まあ後であのそれは多分ドラさんが韓国語のサブタイトルをつけてくれると思いますから。そこやってください。まだ食べてないということで、ジュニアさんありがとうございます。いつもいつも。じゃあここで今週末 J ビレッジでホームゲームが行われるんですが、そのホームゲーム情報をここで営業のドラさんに登場していただきましょう。デューのドラカカ、yeah, ドラさん、ドラさんよろしくお願いします。お願いします。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。いや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 、やっぱり通訳のいないチームってのは大変ですね。大変ですね。大変ですよね、はい、松田監督も言ってますが、パワーイングルシでカカとは、いつもパワーイングルシって何？パワーイングルシって何？コーチ、松田コーチ、he said, how do you guys have a communication? The coach said, power English. Power English. 松さん、いつも言ってます。さあ、それでは行きましょう。はい。はい。今週末は、Next home game information. J ビレッジの解説になります。J ビレッジになります。皆さん、場所間違えないでください。J ビレッジです。J ビレッジスタジアムです。はい、インター降りてまっすぐ行ってください。6号線をこう過ぎてまっすぐ行ってもらって左側にあります J ビレッジの方に行かないでください。ホテルとかになっちゃいますから、そっちは練習場になっちゃいます。はい、はい、キックオフが、キックオフは16時となっております。16時です。はい、まあちょっと涼しいかなっていう感じ。いや、まだ暑いと思うよ。でも福島よりは湿気は少ないかなっていう。そうね、うん、16時です。はい、そして、はい、今回のスペシャルマッチは、J ビレッジ再開記念、はい、三菱ケミカルスペシャルマッチと。よく言えました。ありがとうございます。ありがとうございました。三菱ケミカルさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございますね、ぜひ見てるかないや、届くはず。思いは届くはずだよ。思いは届くはず。三菱ケミカル2つ、はい、で、はい、今回まず八丁村でとなっております。はい、八丁村というと、周辺の、そうですね、広野町であったり、はい、奈良浜町、富岡町、大隈、双葉、富岡、広野、奈良浜、八丁村です。あ、川内、浪江、浪江もか、桂尾も、はい、あ、そっか、浪江も入るんですね。そうですね。そっか、いわきは別なんですね。いわきは別です。いわき別ですね。踏み入れない領域なので。あれ、なんかありましたっけ。なんかありましたっけ。ありますよ、めっちゃありますめっちゃありますよ。いい子違いのありますよ、めっちゃあります。なるほど、ぜひ皆さんお越しください。ぜひ皆さん、ね、が入場無料なんですか。そうですね、はい、はい、今まで通り、はい、在職、在住、はい、在学の証明できるものを持ってきていただければ、お月様4名様まで、チケットをお渡しするという形になっています。
奈良派のスカイパークとかもすごいですから見た方がいいと思いますよ。何ですかスカイパーク？体育館です。はい、できたんですよ。僕はあの除幕式の司会をさせていただきました。素晴らしい施設ですね。お広いんですか？結構広いです。あのジョギングできますから一周。なんだろう2階でなんていうのああいうとこのなんていうの、まあ続けてください。ちょっともう僕の今日のお店はちょっと通訳でもう使っちゃってちょっとおかしくなります、はい。分かりますよ。 もっとあの日本語話してくれっていうのは分かりますけど、私いっぱいいっぱいですから今日は。でも英語喋るときちょっと声低くなりますよ。まあいいから続けてくださいこれは向こうで見ながらずっと思ってたんですね。それはちょっと続けてください。はい、今回もエキシビションマッチがあります、はい。ブエナビスタ対浜通り J ユナイテッドということで、はい。元ヴェルディの石塚圭司さんを筆頭に。ご存知ですか石塚さん、国見対山城高校ですよ。そんな決勝あの時ですね、途中骨折してて準決まで出てないわけですよ。ちょっと長くなりますそれ。長くなります、もちろんもちろん長くなりますよ高校サッカーの話は。そして後半から出てくるわけですよ。こう髪をかき分けですね、金髪で。金髪？指輪してます。金髪？金髪ですよ。指輪してで出てきて、これが山城スタイルだと。で山城のメンバーみんな拍手で迎えるわけですよ。高校サッカーですよね。高校サッカーです。へー、決勝です。もう肩や国見はもうゴリゴリの坊主じゃないですか。坊主じゃないですか。もうもうそりゃ国見の選手たちのこの反骨心っていうのは、まあ、山城負けましたけどあれはすごかったです。私ファンですから。はい、石塚さんを人に、はい。内藤智也も来ます。あ、皆さん内藤さんは覚えてらっしゃいますか？内藤さん。いや覚えてます。あ、でも初めての人はちょっと分からないけど、あのゴールキーパーで覚えてます、内藤。今あの東方チタニウムでやってるんです。キーパーやってますね、はい。で選手でこうやって並んで取るんだけど、あいつだけなぜかこう真ん中で取るんだよね、キーパーなのに。でしたっけ？ええ、目立ちたがりですからね、基本的に彼は。戻ってきます。ということはキーパーやるんですか、はい、彼。キーパー以外やどこやるんですか？いや、あの一度ゼッケンに行った。あったね。ありましたね、懐かしい。ありましたから。34番、ガムテープで出ましたから、フィールドプレイヤー。あれなんででしたっけ？いや、その話すると長くなるんでいいと思います。嘘。内藤来ます。内藤来ます。内藤来ます。ぜひ皆さんご覧ください。はい、1時半キックオフ予定となっております。はい、まあ、そこであの対戦相手の浜通り J ユナイテッドなんですけど、はい。いわき曹操地区の中学校の選抜メンバーなんで、はい。で、その優秀選手にはスペイン留学をプレゼント。すごくない？すごいですね。すごくない？ね。すごいよ。スペインとか行ってみたいですよね。スペイン行ったことない。Have you gone to Spain? No. Europe? No. 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 スペインもヨーロッパも行ったことない。Same. Same as me. いや、でみたいな。見ました今の顔。でみたいな顔。どんなパスの振り方や。カカと話されたカカ寝ちゃうんだ。終わったと思う。カカと喋った後もう脳働いてないでしょ基本的に。そうなの。そのまま俺に振るのやめてもらっていいですか。続けてください。はい。新商品とかあるんでしょ。新商品ございます。はい、新商品こちらでございます。はい。カースタンド。ベイビーインカーとかあるじゃないですか。はい。それのサポーターインカーって書いてますんで。誰に対するアピールか分かりませんけど、でもやっぱ、俺は私はサポーターだっていう方は絶対に買っていただかないと。ああ、ね、さあこれいくらだと思いますか、カカ。ゲス、ハウマッチ。さあ想像してください、カカさん。ハウマッチ。じゃあ、maybe let's say 500円。おお、800円。わお。わおいただきました。カカのわおいただきましたよ。その安い安いこれ、安いよ。ね、800円です。860円。はい、はい、税金を入れると860円。860円。はい、はいはい、これが販売ですね。まあ、我こそはサポーターっていう方はぜひ、はい。あとプレゼントあったでしょ。プレゼント
プレゼント。あれプレゼントじゃないですかね。プレゼント。タオル。タオル。はい。あれ。フェイスタオルは新発売だ。新発売です。あ、新発売だ。はい。タオル。ちょっと今回物はまだ届いてないんですけども。これ J ビレッジの開催記念のタオル。そうです。ちょっと来てます、ね。1500円の。すいません、データで。ちょっとこれぐらい大丈夫ですか。はい。どうですかデザインは。え。いや、あの記念になるなっていうデザインいやいや、誰も記念になるとか聞いてないんですよ、ええ、かっこいいかどうかっていうのを聞いてるんですよ。うん、記念ですね、これはね、まあ記念品ってそういうもんですよね、これおいくらですか。じゃあ1500円。わお、わお、1500円ね。安いね。激安。ぜひぜひ。僕も J ビレッジいろいろ行って、初めてかな、今シーズン初めてだよね、J ビレッジ公式戦って。そうですね。そうだよね、はい、そうだよね。再開後のは初めてだよ ね、J リーグ初めてですね。初めてだね。はい。ちょっと諸々の あれがあって、来年はいっぱい開催するかもっていう。もう可能性もあるあですか。ホームタウン。そうですね。八丁村まで行きますか、はい。ちょっとオリンピック関係もあって。なるほどね。七波までは我々行けるのね。七波超えちゃダメなんです。そう、超えた瞬間多分。向こうからガーッて来ますよ。来るな。ダンベル持ってきます。超えないようにしよう。仲良くやっていこう。で、対戦する相手は藤枝真由美。今首位ですか。首位ですね。藤枝さん、なんか同期だと思ってたのにいつも僕ら同じところにいると思ってたのに、ね、藤枝強くなってんだよな。藤枝の試合見てる。見たことはあります。どんな印象。でも今はやっぱり1位にいるので、ね、調子いいチーム。おかしいな。開幕戦で当たったのかな、ね、こっち側だと思ってたのに藤枝さん。いつの間にかね、裏切ってね。いやでも本当調子いいです ね、森島さん、ちょっとあのゴール決められないように、うん、堀田さんによろしく言っておいてください。手が森氏ですね、はい、はい、気をつけろと。堀田前でもすごいいいセーブしましたね。ね、0-0 の前半始まってすぐ2度見しましたけど堀田さん今日堀田じゃないのかな。ごめんなさいって。デュートヨークビーズ堀田？堀田なんて呼んでるの？堀田は堀田ですね。堀田。堀田。Yep. Is a good goalkeeper? Yeah, that's my second choice of friend. Second choice of friend. Friend? Second choice of my friend. After Kenta. Kenta がダメだったら。堀田に連絡すると思う2番目のモード、堀田がね、確かに実家近いから行くべきだよ、カカ連れて。確かに、うん、唐揚げ食い堀田家。なんでそんな唐揚げ推しなんですか。みんな唐揚げ好きなんだもんな、サッカー選手。そうなの。そうですね。唐揚げ好きだったでしょ。まあ好きは好きですけど、うん、もうこの年になるとちょっと 2,3 個でいいかなっていう。唐揚げ好き。好きっす。Do you love fried chicken? ほら、みんな好き好き。確かに嫌いっていう人あんまいないですよ。 Everyone loves fried chicken。 カカ、はい、You sleepy? No? No? 大丈夫です、眠くないです、カカは眠くないです、大丈夫です。あと他にはありますか。それぐらいですかね。それぐらいですか、はい。ドラさんは何やってるんですか、当日は。当日は僕はエキシビションマッチの出場選手のアテンドをやってますんで、はい。じゃあ結構だから忙しい感じですね。そうですね、はい、はい、忙しいふりしてます。ちょっと健太さんはあと何が必要ですか、スタメンになるまで。いやでも僕自身はすごいいい選手だなと思って見てますけど。あんま絡みないでしょ。でもちょいちょいイベントとか一緒に行って。おっそう。一緒にトウモロコシ食ったもん。いやそれ休憩だろ。食ったかさ、俺の膝上乗っけて。ちょっとここ、ね、もうびちゃびちゃ。そういう人なんだよこの人。気をつけて。草むら突き落とされるし。気をつけて。いい思いではない。Watch out here. Watch out. Okay. He's not good. No, no. It's good. 分かるぞ俺でも。そんぐらいの英語は分かる。じゃあちょっと最後に今シーズンの目標とあとサインを書いてください。分かりました。個人のものでもいいし。チームでもいいし、いや個人がいいね。そうですね、個人がいいね。かか。
please write down your goal this season. Dream. whatever you want. With your sign. My goal dream? With my sign? Football dream or whatever you can write. 何してんの漢字の確認。Okay, I can write anything. Anything. いいですか、もう書いて。はい、書いてください。これで書こう。およっち。さあね、書いてもらいましょう。加賀さんと。ケンタ、本当意外と面白いやつですよ。意外とってないですか。同じ西だもんね。そうっす。でも、まだ97年間やってない。ケンタ、だって西成の、大阪の西成。出身って、はい、違いますよ全然。あ、違うんだ。全然違う。あの飛び出しんちの近く。やめなさい。編集でピー入れてもらうようになる。ピーなんですか。日本の文化じゃないですか。何言うの。日本の文化なんですか。文化なんですよ。もう女性にうんうんってうなずかれたら俺どうしようもないですよ。いやいや、もうね、やっぱりあれが残ってるっていうのは大阪だね。すごいよね。こっちもいる。なしか。え。いや、ありありありやけど、ちょっとそれもうスペースないやん、書く。バランス考える。バランス。そしてその文字の確認してた。あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。オーケー。書く、日本語で書くんですか。書く、うん、ノノジャパニーズキャラクター。いやいやいや、無理やろ、無理やろ、ジャパニーズ。いやー、まさかね、どうなることやらと思いましたけれども、見てる方にとったらひょっとしたらこうハイビジョンで映像は良くなったけど、中身はなんじゃこりゃと。でも結構面白かったですね。そうですか。向こうから見てると、あなたほら傍観者だからちょっと違う色んなあー、ケンタたち困ってるよみたいな、うん、あと英語喋る時だけちょっとトーン恥ずかしい。うるさい。ちょっとカッコつけてんのかなみたいな。カッコつけてません。でもやっぱいいっすね、英語喋れるって。ちょっとカッコよく見えました。見直しました。あ、本当ですか。はい。はい、彼女がねできれば一番良かったんでしょうね。うん、確かに。それこそホルンでは彼女はできなかったんですか。できなかったです。でも首都から近かったんだよね、意外と。あ、もう1時間できたから、うん、しょっちゅう行ってました。金髪美女と。金髪美女。でもまだ18とか19でしょ。遊べないっていうかさ、まあ確かにそうですね。ねえ、八場ってなんか坊主とかじゃなかったじゃないです。あ、決まりはないけど、もう坊主にしてました。してたよな。してた時もありました。確かに。それでは、はい、皆さん見ていきましょう。じゃあまずはケンタ、あのカメラに向かってちょっと今シーズンの目標というか、はい、お願いします。どうぞ。日々成長。この感じで迷ってました。この感じですね。書き方を。点はこの成長のところの点を入れようとしてました。僕黙ってました。でも点を入れずによかった。成長した。成長しました。はい、日々成長。これは。そうですね。やっぱり、一日一日を。あれ欲しいんじゃない。いや、俺点いると思うね。いや、大丈夫です。大丈夫です。そのまま。点いらない。後で入れます。後で。え？ここに入ってます、ここに。ここに入ってますから、電話は。大丈夫です、大丈夫です。マジックみたいな顔してるやん。ビョーンって僕がやりました。ここにあったら、あーってもう持ってきました。日々成長ですよね。はい。していきましょう。これ、福島に来てちょっと成長してるなっていう部分は感じますか、自分では。そうですね、自分の成長してるなというか、うん、課題というか、うん、っていうのが、皆さんざわざわしすぎですよ。ざわざわしすぎです。でもちゃんと僕が入れてください。本当ね、サッカー選手ってこんなもんですよ。本当にそんなことないです。こんなもんですよ。そんなことないです。な、はい、どうですか、成長感じてますか。はい、これから成長しないといけないなっていうか、うん、こう無駄にできる日はないので、こう積み重ねていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。期待してますよ。やっぱりゴールじゃないですか。フォワードというか、登録フォワードでしょ。そうですね、フォワード、ミッドフィールダーですね。だからここで言い訳しちゃダメだよ。もう11番って言ってちょっと前の方っていうね、これありますか。期待してます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあカカ、はい、プリーズショーアス
I will always do my best. Yes. 常にベストを尽くすと。You doing that? Yep. Yeah, every day? Every day. Even Tohoku Safari Park? Yeah, in anything I'm doing, you did best? I will always do my best. してたわ。In anything. Yeah, Safari Park でベスト尽くすってどういうの？ Every day だから。やってました。めちゃくちゃ楽しみ。Always do the best. Yeah, because lion is the best in animal. So I play with lion, always do my best. 東北サファリパーク、ライオンもベストですね。ベストの動物だから、カカも。ライオンとして強かったからね。We wanna show you a goal. More, more, more. Okay. Next game. Yeah, if I am future in next game, I will try my best and get a goal. お願いします。もう将来出たら、決めてくれると。ケントさん。ゴールみたいですよ。そうです。声小さい。どうした？どうした？ちょっと元気に声。どうだった？どうだった？びっくりしちゃった。期待しますよ。はいはい。頑張ります。じゃあ最後にDo you love this uniform? Yeah. Pink? Peach uniform? Yes, I love it. Yeah? Yeah. 好きだと。好きだと言ってもらいました。好きですか？好きっす。本当ですか？着るとき恥ずかしくないですか？大丈夫ですか？全然。よかった。二人とも好きだということです。いや今回はですね、どうなるか。次はですね、そしてまだ韓国人二人が残ってますから。そうなんですよね。コリアンスペシャルがありますからね、我々には。それをどこでぶっ込んでいくか。そうですよ。はい、そうですよ。まあ僕もはっきり言ってソウルはですね、だいぶ行ってますから、俺より行ってますもんね。はい、行ってます。あそこの DMG でしたっけ、あそこね、境界線、はい、あそこも行ってますから私、昨年行ってますんで。僕韓国側から行ったでしょ。はい、僕高校の時北朝鮮側から行ってます。それができねえんだ俺は。悔しいのよ。あっちから見たいね。でしょ。あっちから見たい。ああ、いや、次回、まあ、いつになるか分かりませんけれども、ぜひ。そして J ビレッジスタジアムでお待ちしてます。で、次のユナテレなんですけれども、実はリリースになってますが、8月25日に福島駅前でユナフェスという、イベントまた今年開催します。去年ちょっと雨だったんですけど、はい、で今年はですね、ミュージシャンの方をお呼びして、チームにゆかりのあるミュージシャンの方をお呼びしようと思ってます。リリースまで楽しみに待っていてください。その模様とか、あとはいろいろお盆もいろんなイベントありますので、はい、その模様を収録して、次回の9月の17ですかね、はい、ここでちょっとグダグダになるなよとご覧いただける方、はい、聞こえてきました今、はい、声が聞こえてきました。確かに15ですね。はい、ありがとうございます。9月の15前にですね、収録として出させていただければなと思っておりますので、ぜひ、リリース、今回のような、すれ違いがないようにしていきたいと思いますので、皆さん、最後にあれ本当にすいませんでした。すいません。ということで今日はイスマイル・カカ選手と、そして川中健太選手にご登場いただきました。この後皆さんと一緒にサッカーボール争奪の抽選会などを行いますので、ご覧いただいている方はこの辺でお別れです。ご覧いただきましてありがとうございました。終わり。ありがとうございます。今日はハイビジョンでした。ハイビジョンでした。